さあ始まりました。本日も IOST のチャート分析させていただこうかなと思います。現在9月7日午前10時42分 YouTube 録画しております。現在 IOST ですけども 6.86 円ぐらいですね。こちら、コインチェックも同じ価格になっております。では、早速ですね IOST のチャート分析させていただこうかなと思います。現在ですね 6.86 円の IOST ですけども、昨日ちょっとですね少し4% 安ぐらいということで、そこからちょっとまた盛り返してきているような状況かと思います。今、ご覧になっていただいているものが、日足の IOST のチャートなんですけども、これだけ見るとですね、ちょっと、なんかこう、上値が重いなみたいな状況になっているようにも見えないこともないんですけども、ちょっと今回はですね、15分足のチャートですね、こちらをご覧になっていただこうかなと思います。ちょっと切り替えていきますね。15分だと、このような形になりまして、まあ、ちょうどこう上昇、またね、歯が始まるみたいな状況かと思いまして、ちょっとこう締めを作りながら、また上に行けるのではないかという判断をしておりますので、まあ7円ですね。この辺はいち早くまた回復できればなと思っております。ちょっともう一回日足に戻していきます。ということですので、今ここから見ていきますと、6.8 ぐらいですから、まあちょっと調整もある程度この辺までぐらいかなと思いますし、まあ今 6.9 円に変わりました。ということで、まあ7円はすぐね、またこう奪還してきてですね、7円から8円の道のりというのはそんなに長くないかなっていうふうには思ってます。まあそれはどういうことかというと、まあエアドロップまでですね、日にちがまあだんだんこう、期間がね、狭まってきてますし、今日9月ですよね、9月の7日ですね、7日ですので、まあ、30日ということを考えてもですね、まあ、そんなに日にちはあるようでないかなと思いますので、まあ、ある程度、まあ、30日までにいくらになるかっていうところが結構ポイントになるかと思いますし、あと30日にエアドロップの付与ということになりますと、まあ、1日2日前ぐらいは結構動きがね、あのジムの時もありました、M の時も付与の当日よりはその前の日ぐらいですね、前の日、それから2日前ぐらいから結構ね、あの動きがあるということが前回はありましたので、今回はどうなるかちょっとまた同じかわからないんですけども、まあ、皆さんの投資家の心理というのはあまり変わらないと思うので、おそらく動きがあるとすれば28、29、それまではまあ上昇しながら、まあ、時には、昨日の下落みたいな形でね、5% とか、まあ、10% 上がれば 5% 下げるみたいな感じ、もしくはそれの中にね、また 15%、20% 上げる日があったり、まあ逆に 10% 下げるような日もあるかもしれませんけども、まあ、気づけばね、30日までに、まあ、どれぐらいになってるか、そうですね、まあ、上がる方にまあ流れていくとすれば、まあ、9円は超えているかなっていうふうには考えてます。まあ、徐々に上がっていって、まあ、どこかでまたガツンと、ね、買いが入って、まあ、ですので、まあ、場合によってはちょっと8円ぐらいにとどまることもあるかもしれませんし、まあ、9円あたりか、もしくはもうちょっといければ、ね、10円のちょっと後半ぐらいには行っててもおかしくはないし、まあ、もっとね、強ければ、さらに上値があるかもしれませんけども、まあ、ちょっとだんだんね、少し上昇を盛り込みしてきてですね、すでにもうお腹いっぱい愛用して持っている方も増えてくるということを考えていくと、まあ、おそらくその辺ではないかな。例えば逆に12円とかまで上がりましたけども、まあ、30日には結局10円ぐらいとか9円ぐらいとかっていうこともあるかなというふうに思いますので、まあ、上げ続けるというよりはまあ上げ下げ繰り返しているけども、まあ、今の7円ぐらいよりは高くなっているイメージですね。まあ、すでに7円まで結構高くなってきちゃってはいるので、まあ、ここからどうやって上がっていくのかというところがね、一番注目だと思います。まあ、短期的には今 6.6 なので、6.89 ですね。9なので、まあ、6円ぐらいまでまた押し目作るということもね、ないわけじゃないですし、まあ、ちょっと期待よりはね、上がらないってことになってしまうと、まあ、そういう状況だったりとか、あとはまあ流れ次第で6円ぐらいになって、また7円、8円、9円ぐらいとかになっていくってこともあるかなと思います。まあ、6円、それから、そうですね、サポート的にも 6.6 円ぐらいですかね。それから 6.2 あたりも結構サポート効きそうだと思います。6.6、6.2 から 6.3 ぐらいですかね。この辺はサポート結構あるかなと思うので、
そうですね。あとはサポートらしきものはそんなにないかなと。まあ、6.6ぐらいは結構思った以上にサポート効くかなと思うので、その辺までの下落からの上昇かなっていうふうには短期的に考えています。場合によっては6.3ぐらい。まあ、6.0までいくかもしれませんけども、まあ、そのあたりのサポートで一旦ちょっとこうね、下げ止まりを見せてからまあ上がるか、またそこから少し下に来てしまうかっていうところ、まあ、時間はある程度、そんなにそこはスッと抜けてこないと思いますので、ある程度、まあ、対応してくれるかなっていうふうに期待を込めてですけども、思っています。6.65ぐらいと6.3ぐらいにちょっとバリアがあるかなっていうふうには思ってます。ですので、この辺からまたね、陽線がでかいのが横に出てくるようなこともあり得るかなっていうふうには思いますし、まあ、先ほど言ったように、そこの辺のサポートまでちょこっと下がってきて、まあ、小刻みに上がっていくってこともあるかなっていうふうに考えてますので、まあ、ちょっと状況によってどういうふうになるかわからないんですけども、まあ、そういうパターンかなとは思っています。まあ、逆に下がってくるとしたら、ちょっとあんまり想像できないですけども、5.5ぐらいはあるかもしれませんけども、その辺でもまあ下げ止まるでしょうし、まあ、4円とかっていうのはちょっとあんまりなさそうかな、4.5とか、そのぐらいまで行ってもまあすぐ戻るかな、一瞬パッてね、なんか暴落しても、なんかその辺では買いが入ってくるだろうっていうのはありますので、あんまり期待はできないし、まあ、短期間のパッてね、切り替わった時でも、たまたま買えた人はいるかもしれませんけど、そういう状況だったらね。まあ、順調にいけばそういう、今の言ったようなどれかのパターンになるのではないかなというふうには思います。まあ、ただちょっと上髭がね、そこの今左の2個目ぐらいですね、ちょっと長いというのもあるので、少しこの辺でね、ちょっと売ってみたいなって思った方がいらっしゃったんじゃないかなと思いますし、まあ、その横の陽線に関しては、まあ、下髭もある程度伸びているというところもあるので、6円ぐらいはやっぱり買い意欲があって、ちょっと7円過ぎるとちょっと一応利確しとこうっていう売りがちょっと出てきたのかなっていうふうには思います。まあ、ただ7円ぐらいでまたちょっとね、そういう状況になるかもしれないので、まあ、その辺ちょっと冷静に見ていきたいなと思います。まあ、仮想通貨もちょっと一服感もね、ちょっと出てきてようにも見えるので、まあ、そこがどうなるか、またね、一服したら上がっていけるのか、ちょっと山登りじゃないですけども、まあ、そんなような状況に今なってきてるかなと思っています。 IOSE もですので、まあ、結果的にはなんだかんだ言って、やっぱり20日間ぐらいのうちには上がっていくのかなっていうふうには考えています。それがどこかで止まるかはちょっと分かりませんし、まあ、どこになるかは分からないんですけど、まあ、ですので2日前ぐらいまではですね、28日ぐらいまでは、まあ、こういう感じでなんか日をこなしながらね、いくのかなと思いますね。あんまりこう極端な下げっていうのはどちらにしてもね、付与取りたい方は持ってないと付与受け取れないのでね、そんなにこう売り物的にはまとまってガツンと出てくるのは、出てきたとしたら2日前とか、そのあたりぐらいからちょっと出てくるかもしれませんね。付与いらないよっていう方もいらっしゃいます。値動き、値上がりだけで大丈夫だっていうね、考え方の方もいらっしゃるんですね、これ。あんまりその辺はちょっとわからないですけど、今回ジムとまた違いますからね。それと、あとちょっとネムの時と違うのは、ネムはジムをもらうために買った方が多かったような気がするんですね。で、その後ネムはもういいやっつって、ジムが受け取れればいいやっていう方が多かったように思います。どちらかというと。ただ、iOS に関してはそこがちょっと違うかなと考えてます。ですので、まあ、エアドロップが終わってもですね、そこまでの下落は、ネムほどの下落はないかなと思います。まあ、ただ逆に下落してきた時は、逆に IOST 欲しい方はチャンスと見ています。ネムとはちょっと違うのはそこかなと思いますね。IOST 単体でもですね、まだまだ、新しい仮想通貨ということを考えたりとか、あとはまあ今の時流に合っているような感じがね、するので、まあ、まだまだ値上がりしていくような状況にこれからもなり、継続でなっていくような感じが、ネムの時よりちょっと強いかなと、若干ね、そこがちょっと違うところかと思いますので、まあ、その辺も含めてですね、まあ、9月30日あたりは、前後はですね、やはりちょっと仮想通貨全体が動く可能性があるかなと思います。まあ、あと逆に IOST は一応値上がりしてますから、30日以降にちょっと値下がりしてくることが考えられますね。10月頭に入るとちょっと下落に転じる場合がありますので、まあ、その辺のエアドロップを
受け取らないっていう人たちのちょっとこう思惑が10月に入ると、まあ出てくる、まあ1日に多分出てくることが多いと思いますけども、10月1日、2日ぐらいですね。そのあたりでちょっとやはり値動きに対してちょっと敏感になりやすいと思いますので、まあ、大きくある程度 IOS なども動くんじゃないかなと、そのあたりですね、1週間ぐらいですね。まあ、長く見て1週間ぐらい。まあ、ちょっとこの逆にチャンスでもあり、ピンチでもありみたいなところかなと思いますので、ちょっと楽しみな1週間になるかなというふうには感じています。ということで、まあ、しばらくはちょっとね、こういう小康状態みたいな形になるかなと思いますけども、しっかり対応してチャート分析していきたいなと思います。ということで、今回 IOSE は、チャート分析以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。